PEGI 16。そうね、シリーズももう13年続けてきて、このタイミングで久々に据え置き機で、モンスターハンター出しますというところの、シリーズ、もちろん最新作ですと。で、このまあ13年間モンスターハンターシリーズも続けてきたというところもあるんですけど、さらにそういうことも自分たちのノウハウとして吸収した上で、今モンスターハンターとして、作れるもの、今作るモンスターハンターというのをもう一度ちょっと作ってみたいというところがありまして、いろんなところですね、見直すところは見直して、追加するところは追加して、この進化したモンスターハンターというのを皆様にお届けできたらと思っているタイトルです。今回、E3 のトレーラーでいろいろいろんな要素を、盛り込んだ映像を出させていただいたんですけど、今回僕たちが特に取り組んだのは、シームレスに展開する環境、命のあるその生き物がこうシームレスにいろんな関わりを持ちながら生活している環境っていうものを作って、そこにハンターとしてどう、こう関わっていくのかっていうのを、一番遊びの核にしたいなと思って取り組んでます。でその時にやっぱどうしてもこうつな、なんていうかな、どこを目指したらいいかわからないっていうのが、やっぱり起こってくるので、今回、ガイドしてくれるシルベムシっていう虫を、なんていうかな、狩りをする時の猟犬みたいなもんなんです。僕たちはあれを 虫として、設定してるんですけど、そのシルベムシに、モンスターの痕跡とかそういったものの、こう匂いを嗅がしていって、そしてモンスターに導いてくれる。でそのシルベムシを追いかけることで目的のモンスターにたどり着いたり、あとはこういろんな採取できるものとかも、すごくガイドしてくれるので、そういったものも、もうシルベムシを頼りにこうどんどんハンティングしてもらうっていうのが今回の、ワールドのポイントの一つになります。今回、いろんな意味でこう、僕たちのゲームモンスターハンターというシリーズもいろんな見直しをしたいということもあって、一からいろんな構築をするという意味合いもすごくあって、今回のハンターというのは、まだ誰、何ですかね、そんなに足の踏み入れてない新しい大陸が発見されまして、その新大陸に、を調査する調査団というのが組まれるんですけど、そこはすごくやっぱモンスターのがたくさんいる危険な場所なので、ハンターが調査団としてその、新大陸に、送り込まれると、その中の一人が、今回の、プレイヤーのハンターになってもらいます。今回、映像の方でも、発表させていただいた皆さん気になっているモンスターですね。映像の最後のにはちゃんと、リオレウス、これはモンスターハンターのすごく代表的なモンスターで、そことこう、リオレウスのいるテリトリーがあって、そこに同じく、こうちょっとそこの主のようなモンスターが今回もう一匹いて、それはアンジャナフっていう、二足歩行の、恐竜みたいなモンスターなんですけど、今回表現したいのがすごくフィールド上にいる生き物とか植物とかがすごくやっぱり自分の意思を持ってちゃんと生物として、ちゃんと、生きてるかのような表現というのをやっぱしたいと思っているので、その中で当然そいつらが、そのモンスターたちらが思考を持っていると、自分の例えば縄張りに違うモンスターが侵入してきたりとかした時に、どういう行動を取るんだみたいな、もうちょっと今回表現したいと思っているというところですね。はい、今回のモンスターハンターワールドっていうのは、本当にシリーズとしての最新作というところで、今回あえてですねモンスターハンターワールドっていう名前を付けさせてもらったのは、やっぱりモンスターハンターをもう一回ここで、自分たちとしても見直して、しっかり新しいモンスターハンターっていうのを、作っていきたいという気持ちで、このモンスターハンターワールドという名前を付けさせてもらって、このワールドっていうのはすごいいろんな意味が込められてまして、このモンスターハンターのこのワールド、世界ですね、
世界でたっぷり遊んでもらいたいっていう思い と、ワールド、今回ですね、世界同発目指して開発してますんで、本当にワールドワイドみんなに遊んでいただきたいという気持ちを込めてこのワールドっていうタイトルメインにさせてもらってます。今回モンスターハンターワールドはですね、派生とかではなく、モンスターハンターの今までのチームが、しっかり作ってます、タイトルとなってます。今回 E3 ではゲームの内容をしっかり皆さんにお伝えしたいというところで、こちらの方でプレイしているところを、プレゼンさせてもらってるんですけど、もちろん皆さんにしっかり触ってもらえる場所っていうのも用意しようと思ってまして、それがですね、8月のゲームズコン、こちらの方では皆様にも触っていただけるような、出展をしようと考えています。